はい、やってまいりました。はい、続きはウェブデーという名の、はい、大試食会いやーこの感じ久しぶりです。これです、これ、これ来ました、来ました。はい、はい、松島ポークフェスティバル、はい、ドーン、ドンだけにドーン、ドーン来ました。こちらですよ、これね、ちょっとこれ開けないとテカっちゃいますかね、これね。でも開けるとね、開けると落ちる、大惨事、大惨事が、それはまずい。20度ぐらい、20度いやー、はい、見えますか皆さん、これですよ。こちらね、木漏れ日のチャーシューと、はい、松キッチンのトントン丼が見事な合体を。そうです。いやー、これね、いやー、私も実はお昼食べてきたんですけど、はい、美味しいわ、やっぱり美味しい。どれどれ、じゃあ、やりますよ。はい、どうぞ、召し上がれ。おお、こ、久しぶりに食べた、トントン丼。うん、そしたら、うん、この、そう、トントン丼のお肉、私今日焼きながら、うん、何にもつけないで食べてもすごい甘くて美味しいんですよ。いや、癖がなくて、うん、うまいわ。でもあのね、マツキッチンオリジナルのタレで、うん、味をつけて、うまいわ。あとチャーシューは、まあ、あのほら本当においただでさえ美味しいじゃないですか、量産のやつ、うんうん、だから本当にさっと炒めて、はいはいはい、ちょっとあのラーメン感を出したくて、あの粒胡椒、粒胡椒、粗挽き胡椒をちょっと深くてアクセントにして、この2つの、ね、具材が遠からず近からずの絶妙な、すごい自分で褒めちぎってますけど、いや褒めちぎっていいですよこれは。いやこれは、いやね、これで食えるのかね。我々ですか。我々はダメじゃないですか。売り切れでしょ。アメゼンさんはインさんだから、まあ、だけどね、本当先生はもう早く行けばいいのか。ま、あ、うん、昨日やつともに。いや、あ、本当だよ。前日、前日、あ、そうです。そうすればほら、いろいろ機材搬入とかも楽だし、いいんじゃないですか。寝袋で。うんうん、でも多分、うん、早めだとは大丈夫かな、うん、でもあの去年と場所が違うからどんな感じかわからないね。とにかくタイミングが良かったら早めに皆さん、いやください。これはね、あの夏場でちょっと胃が疲れちゃっててもスルスルいけますね、これ、うん、あ、うまい。ご飯も入ってるようで、うんうんうん、いやー、お米も美味しいですね、さすがね。そう、さらっとして、うんうん、美味しいんですよ、草結びは、うんうん、あの、あ、冷めても固くならないので、うんうん、サラサラっていう感じで、そう、うん、でも当日はね、あの出来立てを皆さんに、はい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 、はい、提供しますので、うん、温かいうちに、うん、召し上がっていただきたいと思います。いやー、もうね、貴重ですからね、今はね。そうなんですよ、本当に。ちょっとね、それで心配なところもあるんですけど、まあできる限り新米出るまでね、笹結びをなんとか探して提供できるように頑張りたい。うまいわ。これはうまいわ、やっぱりうまいわ。これは絶対食べるべきですね。なかなかね、あの、なんだろう、イベントの時に白いご飯はないですよね、あんまりね。ああ、まあ確かに、うん、自分は結構イベントに出かけて、なんか普通のご飯みたいなの食べたいなと思っても、うん、まあギリカレーとかだったらあるんですけれども、ね、普通のご飯が食べたいなと思って、やっぱりキッチンカーで始めたので、そこはね、ちょっとゆりになくメニューの定番にご飯いっぱい食べていただきたいので。ですね、これはやっぱりマツキッチンで3食いけんじゃないですか。うんうん、なんか午前、お昼、晩と、うんうんうん、男の人だったらいけるかもしれないですね、うん、すごい早っ、もう完食早いな、お前喋りながらですよ、アイデンさんはいつも感心してるんですけど、いや、本当にね、まあ、いや、そうだからね、夏場でちょっと私も胃が若干弱り気味ではあったんですけども、かつあの今日はこれを食べたいと思って、うん、あの逆にあんまり食べないで来たんですよ。いいそしたら逆にちょっとお腹がキューッとなっちゃってて、うん、あ、
やばい、どうしよう、大丈夫かなと思って、そうかそうか、好きっぱらすぎてと思ったら、いや全然もう一瞬ですよ。もうじゃあの美味しさの胃のコーティングで、はい、間違いないです、はい。なんでこれはね、本当にぜひ皆様、松島ポークフェスティバル、はい、もう松フェスの時しか食べれませんから、これはね、きっとね、うん、そうです、もう年に一度ですね、はい、よくよく考えると、そうですよ。なんで今年逃したらまた来年あるかどうかわからない、これそうだ、はい、もうぜひ皆様、明日明後日松島パークフェスティバル、遊びにいらしてください。松島パークフェスティバルで松島ポークフェスティバル。はい。いやだからこれがね、そう、あの去年も言いましたけど、もうこの時期だからほら、あのね、あのいろいろ告知とかで松島パークフェスティバルとか打つじゃないですか。そして松島ポークフェスティバルも打つじゃないですか。ね、もうね、この変換リストにどっちも出てね、間違えそう、いつも。じゃあれだ、夜のあの目の霞んでる時は気をつけて。いや、危ない危ない危ない。うん、そう。2 days 開催松島ポークフェスティバルとかね最高に美味しい松島パークフェスティバルとかね逆だからみたいな、いや、どっちも通じるかも、まあまあ、まあ、間違いではない、まあ、完全に間違いではない、はい、ということで、ね、お疲れ様でした。ありがとうございました。完食していただいて、はい、気持ちいいな、完食してもらえるのは美味しい、美味しい、はい、ということに、いいね、明日もいただければ最高だな、最高ですね、はい、明日はでも休みですもんね。そうなんです。そうだから本当に、うん、一、ね、日切りの、うん、9月1日、はい、ぜひぜひぜひ皆様ね、いらしてみてください。はい、お待ち申し上げております。はい、ます。じゃあというかで頑張りましょうね、我々もね、任せとけ、はい、きっと天気もいいはずだ。それは愛人次第はい、じゃあ私テルテル坊主になって吊るされてきます。俺が吊るすというわけで、皆様、松フェスで会いましょう。はい、では、バイバイ。ごちそうさま。